前川先生です。月末のね、2019年10月、26かな、1時17分、土曜日ですね、こっち見た方がいいかな、26日ですね、土曜日になっちゃって、残り一番少なくなっちゃいました。もう夜中ですね。体力がバテてます、死にかかってますけど、おかげでね、この難品1本入れてるんですけど、最高ロットね、もう6本入れちゃったんですよ。これ5本もあるになってるんですよね。この資金ではね。で、上がって上昇してきて、やっとマイナス1725になりました。こっちはライブの方ですね。デモと紹介してますけど、同じインジケーターですね。先ほどのデモの方はね、これ高額で1億円投資ですね。1億円資金で投資してるってやつ、月1000万稼ぐというやつですね。いろいろゲージでね、数が多くなったんで、表示できなかったりしたんで、テスト用にね、インジケーターを使って調整してました。修正してました。で、こちら、少額資金なんで、ゲージ全部出るんだけど、先ほどのスクリプトね、全部表示が出るようにね、金額が高くても、ね、修正したやつをこっちに移しました。で、こちらライブ講座なんでね、実際に本物で動いてます。先ほどのデモ講座ですね。大金の、あの1億円資金の投資はね。うまく動いてますね。こっちのライブの方もうまく動いてます。怖いんで必ずね、デモで大金のでね、資金で投資してみて、見てみるんですね。ただ、だいぶおかしいところはあったですね。見といてよかったです。少額資金だとね、表示が出ない、出るんですよ、全部ね。ただ、そんなのがね、やっと戻ってきましたね。あともうちょっと行けば、ゼロになりますよ、マイナスからね。苦しい戦いでね、これ、資金のね、どんぐらい、40% 近く、30% 近く、出ちゃいましたね、マイナスが。それから戻ってきたけど、きつい戦いだったね。これはミスったなというのは、これ6本打ってんですね。ここで3本。最終ロットの3本ね。だから6本打ってんですよ。これ見たらやっぱりね、5本じゃないとこの金額では無理だなということが分かったね。これなんかもね、何回もトライしながら、勉強していくしかなくて、これが一番いいですね。少額資金から10年増やして、もう2倍近いですからね。もう2倍しか近いですよ。5ヶ月間でね。で、5ヶ月間で 17% 月。すごいですね。この資金ってもう、このままいけば、うまくいけばね、5年で1億円になっちゃいますね。5年で1億円ですよ。ただ、スペシャリストの半前山先生じゃないとできないね。同じインジケーター使ってもね、難しいんだね。だから、知っちゃいますよ。同じインジケーター使っても。だからね、僕の録画を全部見ないと、このインジケーターは100万円で売りませんよと言ってるわけですね。とても難しいですね。まあ、インジケーターなくてもできますけども、私の考えのね、こと説明のためにね、特に大事だということですね。こんなにごちゃごちゃしちゃったんで、インジケーターがね、本当に使い方がめんどくさくなっちゃってますよね。これね、設定値何もないんですよね。こうでしょ。何もないんですよ。ということですね。設定値何もないの。ね。早く寝ないといけないけど、今カレーを食べたんだな。カレーを食べて。これからおやつ食べますよ。プリンでもね、作っといたから。冷やしといてね。置いといたから。きついところだけどね。プリン食べられないか、倒れちゃうかな。参っちゃったな。ジュース飲むかな。
どんな感じでしょ。サラダこそかな、野菜かな。それでこうですね、とても苦しい戦いですよね。これから上に上がったからいい時なんですね。だからここ打ってなくて、ここから打てばいいわけですよね、初めからね。次からそうしますよ。どんなにこう、これはね、わかんなくてね、こう二つをね、主君のね、考えのあるやつを選んでね、これね、秘密だけどね、人が作ったやつを改造したのを一つ入れたんですよ。まあ、もう一つのもそうだけどね。だけど、いろいろ組み合わせたり変えたりしてるんでね。ものは違ってきちゃいますね、全然ね。これもだけどね。これなんかのゲージなんてさ、こういうゲージなんてこう、下に出るやつだから、縦に。こう。それでまた設定値も全然違うし、ね。形が全然違うんですよ、ね。RSI 指向のやつ入れたんですよ。ね。ただそれだけじゃ分かんないから。複数組み合わせてね、いろんないいもの探したりとか、自分で作ったりとかしてね、組み合わせてたり変えたり、3つアンド取ったりとかね、4つアンド取ったり、または、X は取ったりとかね、いろいろだから結局全部自分で作ったことになっちゃうね。一つじゃ全然ダメだからね、いろいろいいところを見てね、組み合わせたりしてますよ全部。ただ無数個だから何万個もですからね、組み合わせだからね、考えて知ってないと作れないですね。付属のやつも見てますけどね、付属も使ったりもしてますよ。うん、ストラテティックスも使ってたけど、今外しちゃったですね。あんまいいんだけど、組み方がね、別にもっといいような案は、こっちの方がいいんじゃないかなっていうことでね、ストラテックスも使ってましたけどね。今ね、同じ考えはあるんだけど、今度は RSI 系統を入れましたね。で、ストラテックスみたいな感じで、ね、動くんだよね、RSI 使ってもね。同じ動きするんだよね、多少ね。どっちがいいか分かんないけどね。うん、安心してきましたね。でも倒れかかってますけどね。ちょっと体調整えて、生死かかってます。死ぬか生きるかですよ。ここで倒れて死んじゃってるかもしれないですよ。まあそんなことでね。頑張ってます。ギリギリです。ギリギリもないですね、もうね。休むのって言うけど、なんか、方法を見出さないと死んじゃう。うん、そんな感じですよ。それじゃあどうもありがとうございました。